今日はですね、坂口安吾エッセイ選から昭和14年発表の茶番に寄せてというエッセイを紹介したいと思います。この茶番に寄せての中にですね、こうありますね。道家の国では、道家というのはピエロですね。道家の国では警視総監が泥棒の親分だったり、精神病院の院長先生が気違いだったりする。その時警視総監や精神病院長の揶揄にとどまるものを風刺という。すなわち風刺は対象への否定から出発する。これは道家の邪道である、むしろまがいものなのである、っていう、そんなことを書いていてですね、この道家の国では警視総監が泥棒の親分だったり、精神病院の院長先生が気違いだったりするっていう、ここですね、筒井康隆の初期の短編っていうのはいかにもこんな感じですよね。警視総監が泥棒の親分だったりみたいな、そういう風な短編を書いて、筒井康隆が書いていてですね、当時はドタバタ SF っていう風に言われていて、まだ筒井康隆がですね、文豪っていう、そういう風に言われる前の話ですよね。1980年代ですか、まあ、そんな時にはこのような警視総監が泥棒の親分だったりみたいな、こういうような短編をいっぱい書いていましたよね。筒井康隆と、坂口安吾っていうのは、関係性があってですね、筒井康隆は昔ペンクラブ脱会っていうのをしたんですよね。確か永山紀夫がペンクラブに入会するのを拒否されたっていう、そういうようなことに反発してですね、筒井康隆と唐谷公人と中上健二の3人がですね、日本ペンクラブを脱会したっていう、そういうことなんですけれども、なぜこの3人なのかというとですね、この3人は新潟県でですね、坂口安吾の、何回忌かみたいな、そういうふうなことがあって、そこで講演していたんですよね。筒井康隆と中上健二と唐谷公人っていう3人が講演していて、その夜にこうみんなで飲んでいる時にですね、永山紀夫が、永山紀夫っていうのは殺人犯なんですけれども、なかなかいい文章を書くっていう、そういうようなことで結構売れた本を書いたと思うんですけれども、この永山紀夫が日本ペンクラブに入会届を出したんだけれども、これを跳ねられたっていう、それに反発してこの3人がですね、日本ペンクラブを脱会したっていう、1990年ぐらいだったと思うんですけれども、そういうふうな関係性でですね、坂口安吾の何回忌かのパーティーかなんかに駆けつける、そして講演するみたいな、そういうふうな3人だったんですよね。中上健二はですね、その後すぐ若くして死んでしまうんですけれども、唐谷公人は、今日本において、一番トップの哲学者であろうというふうに思われるんですけれども、そしてですね、筒井康隆は現在ではですね、文豪っていう、日本の文学者の中でおそらくトップだろうというふうに思いますよね。このように、坂口安吾の関係性の中において筒井康隆とかですね、唐谷公人っていう、そういうふうな人たちは、トップに駆け上がっていくっていう、そういうようなことにはなりましたよね。そしてこの坂口安吾の文章の道家の国では、警視総監が泥棒の親分だったりみたいな、そういうようなことを言っていて、この道家とかですね、坂口安吾の語る道家とか笑いとかっていう、そういうようなものは一体何なのかっていう、そういうようなことがですね、坂口安吾の茶番に寄せての中には書いてあって、さらにこうありますね。道家の本来は合理精神の休息だっていう、ですから笑いというものはですね、合理精神の休息だっていう、そういうようなことを坂口安吾言っていて、そこまでは合理の方でどうにか裁きがついてきた、ここから先はもうどうにもならぬっていう、そういうふうな、どうにもならないその後にですね、
やけくそになって突然赤ふんどし一つになって裸踊りをするような、それが道化であり、それが笑いであるっていう、さらにこうありますね。だから道化は戦い敗れた合理精神が完全に不合理を肯定した時である。すなわち合理精神の悪戦苦闘を経験したことのない超人と、合理精神の悪戦苦闘に疲れながらも決して休息を欲しない超人だけが道化の笑いに鼻も引っ掛けずに済まされるのだっていう、こう書いてあって、唐谷浩人のですね、日本近代文学の起源の中に笑いとは何かっていう、そういうようなことがの考察が書いてあってですね、フロイトが語る笑いについて書いてあるんですけれども、フロイトが言うにはですね、笑いというのは、大人がですね、子供にある種諭すような、そういうふうなものであるっていう、なんかそんなことを言ってましたね。一つの例として、月曜日にですね、死刑が執行される死刑囚がいてですね、それが馬に引かれて死刑台に登ろうとするんですけれども、その死刑囚が言う言葉がですね、今週も幸先がいいなっていう、そういうようなことを言ったって、これが笑い、ユーモアっていう、そういうふうなものの一例であるっていう、そういうようなことをフロイトは言っているらしくてですね、唐谷浩人曰くですよ、フロイトは言っていて、この笑いの構造というのは、大人がですね、子供にこのようなことは大したことはないんだよっていう、そういうふうなある種の示唆を与える、これがですね、笑いであるっていうフロイトは言っているんですけれども、唐谷浩人はですね、それと近いようなことではあると思うんですけれども、道化は笑いはですね、戦い敗れた合理精神が完全に不合理を肯定した時であるっていう、そういうようなことを言っていて、こちらの坂口安吾の考えの方がですね、しっくりくるなっていう、そういうようなことを思ったりしますね。唐谷浩人もですね、当然この茶番に寄せてっていう、この文章は読んでいるはずなので、笑いについてですね、日本近代文学の起源で語るときに、フロイトを持ち出さずにですね、この坂口安吾のこの文章を持ち出してもよかったのではないかなっていう、そういうふうに思ったりしますね。道化は戦い敗れた合理精神が完全に不合理を肯定した時であるっていう、そういうようなことを言われるとですね、私は坂口安吾のですね、坂口安吾の堕落論ですか、堕落論を思い出しますよね。堕落論と続堕落論ってあるんですけれども、戦後すぐに発表されてですね、それがすごく評判になって、坂口安吾を一躍ですね、分断のトップに押し上げるっていう、そういうふうな評論だったんですけれども、この堕落論の、意味ですよね。これ、この堕落論っていうものは結局はですね、坂口安吾的に言えばある種の道化、下策みたいな、そういうようなものであるっていう、それは戦い敗れた合理精神が完全に不合理を肯定した時である。戦い敗れた合理精神というと、第二次世界大戦、太平洋戦争でギリギリの合理化を進めてですね、国内の合理化をギリギリに進めて、その合理化の結果ですね、日本の戦力っていうものを絞り出すっていう、そういうようなことを日本はやったんだけれども、しかしですね、その戦い敗れた合理精神、この日本がですね、戦後完全に不合理を肯定した時っていう、そういうような時にある種のそれは道化っていう、笑いっていう、そういうふうなユーモアっていう、そういうようなものになっていくっていうことで、これがですね、生きよ落ちよっていう、そういうふうな合理的な、これまで合理的に積み上げてきたものをですね、一気に吐き出してどこまでも落ちていくっていう、 そして、そこの底まで落ちてですね、そしてそこから這い上がるっていうのが新しい日本の、歴史であるっていうね、そういうようなことをですね、
堕落論の中で言っているんですけれども、その迫力みたいな、言葉の迫力みたいなものは、坂口安吾にとってのですね、ある種の下作みたいな、道化みたいな、茶番みたいな、ね、そのような文学であったなっていう。最後ですね、太平洋戦争っていう、ね、そういうような中でギリギリに合理化された日本の中で、坂口安吾もですね、一歩一歩その精神の緊張感を高めながら、最後は敗戦っていう、そういうようなものの中で完全に不合理を肯定するっていう戦後ですね、それが堕落論、続堕落論っていう、そういうようなことになるのかなっていう、そういうようなことを私は思ったりしましたね。今日はですね、坂口安吾の昭和14年発表の茶番に寄せてというそのようなエッセイを紹介させていただきました。今日の動画は以上になります。